はいどうも、ショイ TV です。本日はですね、アンダーシャツを紹介したいんですけども、ちょっと、はい、まっちゃん、なんすか、違うよ。あ、違いました。違う、こっちすいません。いや、あっちの方がいいと思うよ、見る人的にはね。そうですね、このチャンネル俺のなんだから。頼むよ。すいません、もう一回か、もう一回ついつい。はいどうも、ショイ TV です。本日はですね、こちらのアンダーシャツを紹介したいんですけども、プロン、おい、え、違うよ。なんすか、違う。どうしたんですか。こっち。そっちでもない。こっちで。違う。どうもすいません。こっちですか。こっちですか。もういいですか。こっち。あ、どうも。いや、どうも。わかるよ。いるからってわかるよ。まあ。いるから。はい。今日これ紹介しようと思って。あ、なるほど。うん。これ紹介しようと思って。はい。こうやってやってんのに、ずっと上映すからさ、ずっと上映すから。いや、翔平っていうとやっぱり大谷の方の翔平かなと思いまして。もう一回いくよ、ちょっと初めからうっかりしました。テイク3だよ。テイク3いきますよ。はいどうも、翔平 TV です。本日はですね、こちらのアンダーシャツを撮っていきたいと思います。おいどうしました。違うよ。ああ、こっちだって。どうも。この大谷さんならわかるよ。はい、この大谷さんならわかるよ。これもまだわかるよ。これもわかるよ。それはおかしいでしょ、これ。これ違うよ、これ違うよ、これ。違う。クリーンリーグ。これどう見ても俺じゃない。これ違いました、これ。俺のコピーで。いや、似てるなと思って。よく落ちるんですよ、あれ。そう、よく落ちるじゃないんだよ。よく落ちるんですよ。いいのよ、落ちるのはいいのよ。分かったのよ。あの、お母さん方におすすめします。頼むよ。結構、泥落ちるんですよ、これ結構。さあ。ジャックスピットシャツを紹介したいと思います。はい、これあの俺も実際持ってるんですよ今。あ、そうなんですか。うん、持って今は着てないんですけど、うん、なんだろうな、これってあの特許をこれから取得、うん、っていうか申請をしてるらしくて、何かっていうとこの脇のところ、はい、分かるかな、脇のところ、これ分かる、 D スリットカットっていう、あの上と下でこう中開いてるんですよ。いわゆるこのこれ開いてるんですよね。あ、なるほど。はいはいはい。見える。脇のとこが開いてて、うん、通気性がいい。へえ。ってやつ。でも開いてるけどパックリ開いてるわけじゃなくて、こうとこう。あ、なるほど。こうとこうで布がこうなってて、一見開いてるように見えないけど実際開いてるみたいな。ああ。開いてるみたいな感じ。ちょっと通気性が結構いいと。そうね。それが多分初めてここがやって、素材的にはね、はい、なんだろう、これツルツル系じゃないですよ。はい。ちょっとこうガッサじゃないけど、あの布っぽい感じの、布っぽくもなんか、いや意外とでも普通のあのほらバイオギアとかあるじゃないですか。あ、ピタッとするやつとか、ああいう素材じゃなくてちょっともうちょっとこう、なんつうんだろうな、わって感じ、わって感じで着心地はリラックスフィットと同じなんで、あのアクティブームと同じ、あ、ここピタッとしてて、はい、ここはゆったりしてる。なるほど。感じの聞き心地がいい、着てる感じがしない。だからこう腕こう引っ張った時にこう引っかかりがないっていうか、突っ張りがないっていうやつなんで、非常にいい案だなと思ってます。なるほど。だいぶ着てますよ、愛用してますよ。で、値段も結構安いんですよ。確かに3000円しないぐらいですか。3000円出してお釣り返ってくるぐらいですね。全然2240ですか。そうそう、安い、安いですよ。だいぶおすすめですよ、はい、これはいいと思った。これマジでずっと気になってて、はい、ようやくこの間購入しまして、へー、着てますけども、非常にこう伸びが、なんていうんですかね、すっぱりがないから、はあ、おすすめです。値段的にはね、手頃ですか。そう、値段もそう。ちなみに色は、ちなみに色は、どうなんですか。黒、ネイビーとブラックかな。お、今のところブラックとネイビーの、うん、長袖、あ、非常におすすめなんで、はい、はい、去年からね、気になってるアンダーがあって、はい、これ知ってます？空撃。空撃、これ多分去年めちゃめちゃ流行ったんですよ。へー。去年出てめちゃめちゃ流行ってて、はい、俺もあの着たいなって思いながらも、やっぱあのやっぱ僕アクティブームのね、宣伝隊長なんで確かに、かっこ勝手にね。そう、でもあの野球 YouTuber で最初に、はい、アクティブームの存在をこう知ったというか、はい、あれは僕なんで。あ、そうなの。正直ね、実は
たんで、もうアクティブルーム以外も着れないなと思って、はい、で実際物もいいし、はい、いいと思ってて、だからちょっとこの空撃は諦めてたんですよ。あ、なるほど。そう、でもこれ本当にいいですよ、マジで。あの、わかるかな、これスイッチが抜けてるんですよ。で夏とかにすごい、なんかこれ開いてるんですよ、これ実はボツボツボツっていう感じの。そう、そうそうそう、これね、ポケットウィズの石村がよう着てるんですよ、これ。あ、そうなんですか。あいつよう着てるんですよ。ちょっと着させてほしいけど、あいつも汗やバキュドキで着させてほしくなかったから。そうそう、素材だけこうね、ピョンって引っ張って、こう、あ、こういう素材なんだねみたいな。でも、もうリラックスフィットですよ。ちなみに今日着てるのは、あの、着てるのはアクセフブルガードのアンダーシャツです。すごいっすよ、これ。アクセフのアンダーにアクセスのネックレス。アクセスのネックレス、アクセスのネックレフ、アクシェ、アクシェ、アクシェ。はい、というわけで本日はですね、アンダーシャツを紹介しました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録ちょっと待ってよ、おい、はい、こら、はいはいはい、違うよ。どうしました。俺だっつーの。ああ、翔平違いっす。あ、どうも翔平違いっす。どうもすいません、翔平違いっす。どうもすいません。はい、はい、動画いいと思ったらチャンネル登録、はい、高評価よろしくお願いします。はい、では、よいしょ。俺だよ、俺だよ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。抜き抜いた綺麗だ。